はいどうも、セブンナイツ大好きおじさんルールカです、アリーナ実況やっていきたいと思います。今日ね、10戦やって10連勝できました。で順位が、933位で、4226点、91% の勝率で31勝3敗10連勝中です。まあ、どこまでね連勝伸ばせるのか本当楽しみなところですね。ぜひ応援していただけたら、私も頑張れますんで。ぜひ応援ください。じゃあ、アリーナやっていきたいと思います。これ5連勝できれば、いけるんですけどね、あそこに。あそこってどこだよ。あそこです。あ、ごめんなさい。マスターです。もう何リーダー、ジェイブにしました。4233の方、対戦よろしくお願いします。強い強い面倒死んだ。あ、エース。あ、陣形変えました。また、ソルをしてですね、ジャックを前にして。ジャックは、麻痺をさせてもらいたいのと、フォーエバーエディションドライバーでコピーダメージがあるので、そこを考えると、前にしてもいいんじゃないかな。ほらほらよく耐えてくれた。何なんだ一体何だったんだかよくわかんないマンガ何だかよくわかんないちょっとノロボロですわ。電車止まるな。覚悟を決めろ。耐えない。まさか。はい。耐えろ。耐えろ。耐えないと。耐えないとソルが暴走モードに使えない状態になっちゃう。使えないやつの状態になっちゃう。ここだ。オーケー。それはね。ミスでもミスだとミスが入る。ソルに入ってほしかったな。邪魔だ。邪魔だ。やばい。余計なことばっかりしやがって、そうもう倒し。ガンフレ。ガンフレガンフレ タイランレイブ行こう。タイランレイブ覚悟を決めろ。タイランレイブガンフレやけど入ったからねちょっとわかうわ負けたこれで、ま、この動画内でのマスター入りはなくなっちまった。いやーきついな。なんか強かったな。じゃあのブラックローズがブラックローズが最初の攻撃でエースを集中狙いしたのがちょっと痛かったね。争いをつけないで。4280の方対戦よろしくお願いします。うわー麻痺した。まあすげえ麻痺した。フォーエバーエディションドライバー私はあボルトとミアを直接ミアできなかったか。くじ鉄ってなんだ。鉄くずだね。よし、これで魔法攻撃のダメージアップ。オーケージェイブが動かない。私が動かずに敵を倒した。よし、勝った。対戦ありがとうございました。
遊んでもいいけど。これすごいよ。争いを続けないで。さあ、3戦目です。4215の方、対戦よろしくお願いします。バッカーン、バッカーン、ここだ。早いね。セイクリングエンジン。でもこれアリスがいるから効かない。完全なる耐久パッチ。いいね、無駄なスキル使わせることができた。そのようにやってアリスを倒した。まあ、フォーエバーエディションドライバーは来ないと思う。覚悟を決めろ。ガンフレ。回復が分からない。そう受けた。一緒に行ってんし。フォーエバー、エリシオンドライバー。そしてまさかのルーシーも一発では倒せない。どうですか。これで終わりだ。やったか。惜しきずしなかった。2回目のカルバドス。ここだ。セイクリッドエンジン。さあ一緒に。で無駄スキル出して、ヤジロが今度はルーシーを抑える。グランド。レイジーを倒す。これで 40% が上がるから回復量も減る。覚悟を決めろ。アルスは入らない。ガンフレ。やえ。どうですか。700ぐらいだ。これで敵の中で倒れる数が増えれば、アリスの対応力が増えるから、もうどんどん倒しておこう。さあ、一緒に行って。これなら、ライドザライクに。しまい。はっ。やべ。よし、カルバドス行こうか。よし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 。ナイス。オーケー。これクリティカルだからね、満月なんで。そうスキル使ってたね。こっちもスキル使っちゃったね。さあ一緒に。あっ、オッケーオッケー。トライだ。トライだ。はっ、よい。これ回復力下がってるから。どうですか。グランド。クールタイム増加。ガンフレ。カルバドスが欲しいな。そうなんか。そうか。で、ルーシー倒した。で、カード、多分そろそろ宝石箱作ってクリアした。あ、ルーシーか、いや。まあ、いいか。ルーシーだ。これで終わりだ。やったか。ハリスを倒す。倒せなかった。一緒に。くそ、これは悔しい。これ倒せるだろうね。オッケーオッケー。これで勝ったね。ライドザライクリン。トライだ。トライだ。トライだ。覚悟を決めろ。タイだ。オッケー、時間切れにならずに勝てたのは嬉しい。死にたくなければ鼻からマジで来い。対戦ありがとうございました。争いを続けないで。いいね、なんかこういう耐久パに勝てると火力が上がったって自信持てるからすごい嬉しい。
さあ行こう、次第4戦目、これ勝てば勝ち越しを教えしよう。4296の方、対戦よろしくお願いします。バックバックがルリだと、まあ、このスキルが速いと怖いけど、ちょっと安心なんだけどな。そうね、アラゴンのおっさんを速攻倒しましょう。速い、なんで逆に言えばもうこれでルリは来ないことだからね。チャック死んだ。負けるわけにはどこへ消えたらもうすぐ一人になっちゃって。これならライド・ザ・ライトニング。うわ、トライか。頑張ってもらうしかないな。これ100回両断来て終わるパターンですね。わかります。ガンフリー終わった。ヘビーだぜ。いやー悲しいね、なんか。あー、なんかすげえ、なんかつまんない試合を見せちゃったな。あれだってね、運良すぎでしょ。光栄があんなにね、連続でスキル使うことなんて、ま、ほぼないでしょ。これならライド・ザ・ライトニング。これあんまよろしくない。開幕の前衛が動かなくなるっていう。これはナイス。面倒なバトルをしまい。これで倒せる。オッケー。ソルもすごい。オッケー。一方的な感じで今度は勝ったと思う。対戦ありがとうございました。危ない、勝ち越した。3勝2敗。死にたくなければ腹からマジで来い。争いを続けないで。なんとかね、3勝2敗で終わることができましたね。まあ連勝は止まっちゃったけどね。4247、友達ランキングでも5位ね。5位やもんね。頑張ってる方だと思いますよ。すごいな、やっぱりここまで行きたいからね。今自分にできることって言ったら、ソルはリーヤで解放するっていうことと、まあ、デイジーを編入してみるってことと、あとはまあエースを引くしかないんだよな。ここら辺の方はみんなエース金カードだもんね。遊んでもいいけど。そうだよね。さあかかってこい。だって金カードだったらね、だって100カリオランだってクソ強いもんね。 90% ダメージだし、 90% ダメージだけどか。俺のエース、さあ攻撃力1560なんでしょ。これより600高いんだもんね。600だもんね。遊んでもいいけど、これすごいよ。死にたくなければ鼻からマジで。ソルもこれより500ぐらい高いんだよね、もうね、上位ランカーだと。そうなるとタイランレイブもすごいしね、160%で、グランドバイパーも 85%。 500までは上げられないんだよね。限界突破がこれ以上できないから。復刻しない限りは無理だし、復刻してもちょっと引くの怖いよね。
一体狙いとかマジこう一キャラ狙いだから、もうジャックをもカイも、ラムレザルもジャムも幻突できるまで持ってるから、もう外ればっかりになっちゃうんだよね。それはちょっと引く勇気ないんでね。まあ、そのこのままのソルで使うか別のキャラに変えていくかという戦い方しかないんでね。もうね、今だとどうなんだろうね。まあ俺デイジーなのかなと思うんですけどね。ジャック王とまあカイを入れたっていうことでカイを少しでも強くするって考えたら、信頼のゆえんをお教えしようって考えるとね、ライドザライトニングは強いけど3体しか当たんないけど、でもセークリッドエッジが攻撃力やっぱ低いんだよね。あと実際の攻撃力もやっぱ低いよね。回は多分武器300級の武器装備させてやっと1500ぐらいかな。あとは80の120で200か1500いかないぐらいか、1473だもんね。攻撃はもう期待できないよね、回はね。今のエースより弱いってことだからね。まあそこら辺をちょっといろいろ研究してねやっていきたいなと思っております。はい、もしかしたらねエヴァンがひょっこり戻ってる可能性もあるんですけどね。はい、まあ、あとはバランス陣形をねちょっとお金に余裕があったら上げてみたいなと思いますよね。ジャック王とソウルを後ろにして前はこの3人でカイ、エース、ジェイドっていう感じでねっていうの面白いと思うんですよね。まあちょっといろいろ試したいなと思ってます。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。まあチャンネル登録お済みでない方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またね少しでも頑張ってるなと思っていただけたらグッドボタンお願いします。以上です。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。